はい、今ねどこに行くかというとね、パナマのパナマシティにいます。パナマシティの旧市街、世界遺産認定されている旧市街にいます。世界遺産認定されているということで、このパナマ歴史地区に関しては、2003年に世界遺産認定されて、結構新しいです。日本なんかも結構最近世界遺産認定されてされるようなのが多いですよね。結構最近2003年とか今が16年前に、世界遺産認定されているようです。で、今見てる前に見てる建物が、今独立する前に前に見てる建物が、旧市街の中心カテドラルです。大体まあスペインの植民地だったところで、ね、カテドラルというのは大聖堂を必ずというところで広がっています。新市街方面からセントラル大通りを真っ直ぐに入るということで、1688年から1794年、100年以上の長い年月を経て完成したもので、イギリスの海賊ヘンリー・モーガンによって破壊された、パナマビエホの、旧カテドラルから2つの、鐘がね、移設されて残っているということで、まあ、教会の内部に入ることができるんで、機会があれば入っていただきたいと思います。ということで、今独立広場、今正午12時ぐらいです。遠足で来る人も多いです。観光客ももちろん、そこに観光客も多いですけど、遠足で来る人々も多くて、遠足者も多いです。で、この周辺に何があるかっていうとね、パナマのいわゆるその運河の博物館、パナマですよ、パナマ運河有名ですよ、皆さんご存知だと思うんだけど、その運河の博物館があります。で、この周辺にここ6年7年ぐらいでね、数多くのレストランとか飲食店、お土産などができるようになって、まあ、一連で観光地として開始されています。ただ周辺がスラムが隣接していて、数百メーター200、300メーターぐらい行ったらねスラムになるので、そういったところで危ない、治安自体はあんま良くないんですけどね、特に夜はね。ということで、奥まで行くとスラムになるので気をつけた方がいいと思います。ということで、まあ、こんな感じで東北で広場、皆さんにご紹介させていただきました。